こんにちは。いつもチョコチャンネル見ていただいてありがとうございます。さて、今回はですね、我が部の小学部の選手なんですけれども、おめでたい、ねことにですね、アンダー50人に選ばれた、ね、大石選手を紹介したいと思いますので、おめでとうございます。はい、それでは自己 PR をお願いします。はい、鈴木中央ボーイズの大石優斗です。アンダー12では、世界一になってチームに貢献したいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん応援してください。おめでとうございます。こんにちは。こんにちは。合格おめでとうございます。ありがとうございます。これから井端ジャパンについて、まあ、そこに向けての練習取っていくんでお願いします。はい、お願いします。僕はバッティングができないですが、特に守備のが得意だと思います。堅実に守備をして取れる後はしっかり取っていきます。チームの士気を上げれるように頑張ります。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、それを測ってこういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。